はい、南池袋パーキングでちょっと、朝飯をパンですね、軽く食べまして、出発しますが、またここは例によってですね、出れました。ここ初めて入りましたね。これはあ、ここなんかあれだね、
道がやっぱ新しくなってる、付け替わってる。確かあの橋をまたぐためにこう上に行ったんだよね、確かね。これね、水道橋だったかな、うん。前はここまでしかなかったけど、そうか、先ができたんですね。竹山ですよ、竹山。今は陸上で高等工科学校っていうんですね。昔は少年工科学校って言いましたけどね。富浦公園というところに来ました。横須賀といいますか、三浦半島の、先っぽの方ですね、でそこが、陸上自衛隊竹山駐屯地、陸上自衛隊、航空自衛隊、海上自衛隊も入ってますけどもね、ちょっと休憩してこう眺めした風景がこういう感じでした。懐かしいね。
そこ入っていいの？これがですね、城ヶ島の観光橋っていうやつらしいです。あ、なんかいっぱい猫がいますね。城ヶ島は何回か来たことありますけど、こっち側に、こうやって歩いてるのって初めてなんですよね、実は。大抵これの反対側ね、向こうの、駐車場の方に止めちゃっているんで。全然知りませんでした。これですね、観光橋ってやつですね。まあちょっとここはね、どうせですからね、生しらす丼っていうのがあるらしいんで食べておきましょうかね。おお、すごいですね。はい、城ヶ島灯台ですね。この説明書によると、関東大震災の時に、もう一瞬で倒壊しちゃったらしいですけど、その後に、改築されたのが今だということですから、1926年、だからもう100年近く前のものということですね。はい、なかなか素晴らしい景色ですよ。あれか、見えてるあれか、気がつかなかったな、あんなのあったなんてね。実はこっち、こういうこの反対からからは来てるけど、来たことないかも。こっちのこっちからこう行くのは。すげえなこれ、右側。
もっといっぱいなんかあのねおとん類とまでは言わないけど、あのもっと風車が並んでるのかと思ったら2基しかないのね、ここ。あまあね、でもでかいね。あのあとはあれだね、御前崎のところの風車も1個あったから、また今度行きたいね。よいしょ。これは確かにすれ違いませんね。駐車場なんでしょ、だってあそこいくらなんだろう。剣崎なのかなに来てます。あのものすごい、道を、ものすごい道といっても、あの畑の中の道を、一本道を、来たわけですけども、対向車がいたら、あの車だったらもうすれ違いないような狭い道でしたね。あのバイクだからまあいいけど、あでこっちかな。まあね、あの結構近いはずなんですけど、あの来たことないんでね、この辺ね。これですね、剣崎灯台。もう三浦半島の最南端ですよね。あっちに見えるのは房総半島ですね。道なんすかね、これ。あっち行くと剣崎、こっち行くと間口漁港っていうのかな、読み方があれですけど。あすごいね。
すごいところを歩きますね。これもう満潮になったらこの辺歩けないんじゃないでしょうか。ないけど危ないかな。一応なんかあるかな、加工してあるのかな。あ、一応いけるね、一応いけるね。一応なんか結構怖いなこれ。一応いけますね。まあ、あっちの先の方まで行けるっぽいけど、あれなんだ、なんか人工物がありますね、あそこら辺に。まあいいや、すごいね。これは海底の断層がこうね、隆起してこう寝ちゃってるって感じですかね。あ、まあさすがにそっちへは渡れないね。あの潮が引いたら行けるのかもしれないけど、さすがにちょっと行けないみたいです。まあここまで来れてまあ良かったです。ちょうどこの真上、見えますか、ここが、